こんにちは、耳鼻科専門鍼灸師のガク先生です。このチャンネルでは耳鼻の喉に関する情報を提供しております。今日は後鼻漏で悩む方のためにセルフケア法を教えしていこうかなと思います。はい、それでは早速セルフケアなんですが、やることは一つですね、これ首を温めるということになってきます。これは温める場所が結構ポイントだったりするので、それを細かくやっていこうかなと思います。まずどんなもので温めたらいいかっていうものですね。まず何もお金をかけずにやるとしたらホットタオルですね。ちょっと厚手のスポーツタオルかなんかを濡らして電子レンジでチンして、その時にね、袋に入れて電子レンジチンするといいです。もう一つが、ドラッグストアに売ってるジェル状のレンジでチンするやつ、こんな感じのやつです。それを電子レンジチンしていただくと、またねこれは時間が長持ちするっていうメリットがあります。で、具体的な場所なんですが、ここですね、ここです。まあ、これ人によっては肩という人もいますし、首っていう人もいると思うんですが、皆さんおそらく首っていうと一般的にはここをイメージすると思うんですよね。でもここじゃないんですね。言うならば首のふもと、そんなような表現になるのかなと思います。で、注意点としては、首のね、この上の方、頭の付け根の方を温めてしまうと、これ後鼻漏は悪化傾向になるので、ここだけは温めないように注意してください。実際に温めてほしいのはここです。首のふもとですね。ここをしっかりと温めていただけるといいんじゃないかなと思います。大体目安としては、まさに今後鼻漏に悩んでいる人だったりとか、後鼻漏を感じた時は毎日朝起きてやるといいと思います。大体時間としては5分ですね。やり方としては、さっき言ったホットタオルとかジェル状のやつをここに置きます。で、そのまま仰向けで寝るんですね。こう寝ていただいて、あったかいのがここに当たっている状態、それで、まあ、5分とか10分とか、じっとしていただく。それを毎日やることによって、後鼻漏がちょっとずつ改善してくるんじゃないかなと。これあくまでセルフケアになってくるので、劇的にちょっと改善する技ではなく、少しずつ後鼻漏が治りやすい環境を作ってあげるっていう意味のセルフケアになってくるので、根気よく続けていただくことによって、確実に、着実に一歩ずつ改善へと歩んでいきますので、ぜひね、根気強くやっていただければなっていうふうに考えています。まず一つ目がですね、鼻うがいですね。これなんとなく聞いたことある人もいると思います。で、鼻うがいってね、結構皆さん痛いよっていうイメージあるんですが、意外とね、市販で売られている鼻の輪っていう商品だったりとか、そういったものを使うことによって全く痛みがなくできます。なので、私上咽頭かも後鼻漏あるかも、そして自律神経失調症かもっていう方は、この鼻うがいをまず試していただく。それによって上咽頭の部分が洗浄されて、少し炎症が緩和してくるんじゃないかなと思いますので、まず手軽にできることとしては、鼻うがい、そういったところになってきます。そして2つ目ですね、これもですね、うちの動画でも別の動画でね、提案させていただいてるんですが、手首を温めるっていうことなんですね。この手首です。皆さん意外と首のつくとこ大事ですよっていうのは知ってるんですけど、このね、首と足首とか、そういったとこはね、冷やさないように気をつけていただいてると思うんですが、この手首っていうのが意外と抜けがちなんですよね。なので、この手首をしっかりと温めていただくっていうのが一つポイントになってきます。じゃあどうやって温めるのがベストかっていうと、冷やさないっていうことがまず前提になってきます。冷やさないっていうことのこの土台があった、その上に温めていくっていうものを乗せていきます。何かっていうと、まずこの手首をリストバンドとかアームウォーマーでなるべく冷やさないように覆ってあげる。そして少し時間のある時はさらに加熱をしてあげるっていうのがおすすめです。まず一つ目のセルフケアとしては、鼻を冷やすってことなんですね。やはりですね、後鼻漏でひどい方っていうのは、うちにいらっしゃる方も含めて、やはりここにですね、熱がこもっている方ってやっぱ結構多いんですよ。なので、ここをね、冷やしていくっていうのは、後鼻漏がひどい時なんかは特に有効なんじゃないかなと思いますので、ここを冷やしていく。これは以前ね、鼻水がすぐ止まる方法っていうことでもご紹介したんですが、鼻水が出てる人にも使えます。で、方法としては、保冷剤が一番僕はおすすめですけどね。保冷剤をティッシュにくるんでいただいて、こんななんかケーキについてるような小さいやつあるじゃないですか。それをティッシュでくるんでいただいて、それをこう鼻に当てると。鼻と、まあ、ほっぺあたりも当てた方がいいですね。この辺とか、この辺とか、この辺とか、あとはちょっと眉間のところにもね、すごく効果的です。ここをしっかりと冷えるまでやっていただくと。もしくはあとね、結構コメントでね、冷えピタでもいいですかっていう風に聞かれるんですが、冷えピタでも構わないです。ただここに貼るので、こう肌が荒れないかなというのはちょっと心配なんですよね。なので、そういったことが大丈夫な人は冷えピタでもいいんですが、
基本的には保冷剤の方が安心安全かなと思いますので、こちらをお勧めしております。次2つ目です。2つ目はちょっとした体操になってくるので、今ご覧になっている方も一緒にやっていただければと思うんですが、ここにですね、胸骨っていう骨があります。鼻が調子悪い人ってね、この頬骨が結構下がってるんですよ、下に。これをね、上げたいんですよね。簡単です。で、手の作り方からまずいきます。方法としてはね、こんな感じでグーッと上げていくんですけど、これもまた変な顔ですね。で、これ大事なのは手の作り方なんですね。こういう感じでこう上げるんじゃないんですね。ちゃんと手を作ることが大事なんです。こういう形で作ってください。親指はこうピンと伸ばして、人差し指はこんな風に鍵状に曲げてもらって、ここに頬骨が当たるようにしていきます。つまりこうですね、こうこうです。で、上げるときに下からぐーっと上に上げていきます。一番ダメなのが、こう表面を滑るようにこんな風に上げちゃう人、くーっと表面が滑るように上げちゃうんじゃなくて、骨を上げてください。上に両方とも骨を上げていく。で、この状態でね、しばらく鼻呼吸します。そうするとね、ちょっと奥が風通し良くなるの分かりますかね、鼻の奥が。で、この風通しが良くなるということは何かっていうと、イメージしてください。ムンムンとした暖房ガンガンの部屋にちょっと窓を開けると、あ、気持ちいいってなりますよね。そうすると、ね、そこにいる人たちの顔の赤みも引いてきたりとかすると思うんですけど、それと同じで風通しが良くなると、そこの炎症が少しずつ収まってくるんですね。なので両方ともグッと上げて、これで鼻呼吸を10回ぐらい、鼻呼吸の時も鼻から吸って口から吐く、これをね10回ぐらいやっていただくといいんじゃないかなと。なので冷やした後にしっかりとこれをやって風通しを良くしてあげると、そうすると炎症が少しずつ収まって後遺症も減ってくるんじゃないかなと思いますので、ぜひこの2つのね、セルフケア、冷やすのと頬骨を上げて鼻呼吸、これをね覚えていただければなと思います。はい、こんな感じですね。このチャンネルでは耳鼻喉に関する情報を提供しております。少しでも役に立ったよって方はぜひ高評価ボタンとチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。チャンネル登録は動画投稿のモチベーションにぐんとつながってきますので、ぜひともよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。